いや、めっちゃ綺麗なエメラルドですよ。本物だったら数十万はいきますよ。1は？皆さんこんにちは、一岡元気です。今回はですね、何やら怪しい封筒が送られてきました。中にはね、こんな綺麗な宝石が入っていたんです。一緒にね、あのファンレターも同封されてまして、いや、ファンレターではなかったんですけど、 YouTube 動画を楽しみに聴講させていただいております。動画の中でミネラルマルシェなど鉱物に関する動画を上げられていたのを見ました。そういえば eBay でインドから買った宝石で変わったものがあったので調べていただきたいと思い同封いたします。緑色の石はエメラルドと称して販売されていたものです。いや、めっちゃ綺麗なエメラルドですよ。これエメラルドとして eBay で販売されてたらしいんですけど、本物だったら数十万はいきますよ。もう一つは紫タンザナイトとして販売されていたもの。本物のタンザナイトだとしたらこれも数十万しますよ。ぜひ調べていただいて動画のネタになればと思い差し上げたいと思い同封いたします。お、ってことはもし本物だったらいただけるということですね。でもまあ意外とね、いろんなところでネットショッピングっていうのはね、怖いものがありますから、まあ、せっかくならね、皆さんもね、元素の勉強にもなりますし、一緒にじゃあちょっとこれをね、元素分析して本物かどうかを調べていきましょう。あとね、元素分析でちょっと本物か偽物か調べたいものといえばね、こちらがありましたね。これ3年前に購入したもので、電子レンジでルビーを作るっていう時の動画のネタとして、で、本物のルビーの指輪をですね、Amazon で買ったんですよ。これがね、本物かなっていうのね、ずっと気になってたんですよね。これも一緒に調べてみましょうか。調べ方としてはね、単純ですね。あそこにね、元素分析装置ありますので、電子顕微鏡の中にこれをセットして元素が何なのか調べれば本物か偽物か分かりますね。まあね、ルビーは Al2O だからね、ほとんどアルミと酸素ですね。タンザナイトはね、青色のゾイサイトっていうね、石のことなので、ゾイサイトの組成はこんな感じですね。めちゃくちゃいろいろあります。そしてね、エメラルドですね。エメラルドは原石がどっかにあったよね。こちらね、エメラルドの原石なんですけど、これはベリルっていうね、長細くね、結晶化する石なので、あのエメラルドカットってね、長細いカットが多いと思うんですけどね、できるだけ大きく取ろうとするとこの結晶の形になるということですね。本物のエメラルドもね、ラボにあるのでね、本物のエメラルドの元素も見てみましょうか。エメラルドに特徴的な元素としてはベリルっていう原石なので、そこからね、実はね、元素とかが見つかって新しい金属だったのね、ベリリウムっていう風に名付けられましたね。ベリリウムが入っていればエメラルドということで簡単ですね。では元素分析してみましょう。これはね、結構ギリギリ乗りましたね。なんか若干本物のエメラルドとこれから調べるエメラルドね、ガラスみたいな感じしてるけど気のせいかな。では分析してみましょう。じゃあまずは綺麗なルビーと言われている指輪のとこですよ。こんなに綺麗に見えるんだ。じゃあここが本当にルビーなのかどうか元素分析しましょう。ルビーだったらアルミと酸素ですね。さあ、何なんでしょうかこれは。お、え、すごい。疑って申し訳なかったかもしれない。2つピーク出てますよ。これは何なんでしょうか。アルミはなくてジルコンということで、 ZRO2 ということでジルコニアということが分かりました。全然ルビーじゃないじゃん。まあもしかしたら、まあここにね、シルバーって書いてあるので、ルビーが売りじゃなくてこのシルバーリングが売りかもしれないですね。なのでちょっとシルバー部分もね、調べてみましょうか。シルバーがね、 93.6% 以上ということで、これが売りなんだろうな。シルバーリングってことですね。おお、偽物かと思ったら本当にシルバーだったわ。疑ってすみませんでした。本当にシルバーリングではありました。ただルビーとは書かないでください。では続いてタンザナイト、ゾイサイトの青いやつ、タンザニアの夜の色ですね。タンザナイトだったらね、まあ、カルシウムとかアルミニウムとかケイ素とかいろいろ入ってますね。さあ、それらが入っているんでしょうか。来い。あ、なんかある、なんかある。 3つ見てみましょう。さあ、これらは何なのか。うん、アルミ酸素ということはルビーに近いもの。ケースも入ってないんで、ガラスでもなく、確かにブラックライト当てたら光りましたから、これ人工ルビーだ。タンザナイトではないけど、ガラスでもなく、ジルコンでもなく、まあまあまあいいものではあるんですけど、
まあ、いくらで買ったかですよね。さあではいよいよねエメラルド行ってみましょうか。ベリリウム入ってるんでしょうか。まずはね僕が持っていたエメラルド、これは本物でしょう確実に。さあどうでしょうか、ベリリウム来るんでしょうか。分析です。おおなんかすごい3つくらいかな元素が出ていますね。本物でしょうこれ。ちらジャンプしてくれて、アルミケイ素酸素までは確実にエメラルドの成分なんですけど、ベリリウムが入っていないということで、ここだけちょっとおかしいですよね。でもまあベリリウムって貴重な金属だから本当に含有率が低いのか、はたまたエメラルドと言って売っていたけど実はエメラルドじゃなかったのか、ラボにあったのもちょっと偽物だったのかもしれないというところですか。あーそういうことですね、わかりました。わかりました、あれでございます。はいということでね、今あの電子顕微鏡の会社の日立の方から連絡ありまして、ベリリウムは検出できないところでしたね。その次の宝素から B からギリギリ検出できないところで、あと軽い元素ね検出も結構難しかったりするのでね、残念ですが、まあ、でも確かにケイ素とアルミと酸素、このね組成の割合っていうのはねエメラルドなので、まあこんな感じで出ればほぼエメラルドだろうということで、まあいよいよじゃあ最後の見てみましょうか。さあでは最後ねいただいたこの eBay で買ったエメラルドインド産ですね。そもそもなんかこんな傷つき方ある、なんだこれは。もうちょっととりあえず見てみましょうか。さあではねいただいた eBay で買ったインドで買ったエメラルドがね本物かどうか観察分析していきましょう。さあどうでしょうか。おーいい感じでスペクトルは出ておりますよ。さあこれらは何なのか、どんな元素なのか。3、2、1。はさあこちら分かりますでしょうか。皆さん PB とは何でしょうか。しゅちゃん PB は何でしょうか。 PB は何でしたっけ。あさすがです、大丈夫です、はい、皆さんもご存知 PB、 これはね鉛ですね。鉛ガラスでした。結構まあ身近にあるねガラスっていうのはね、鉛ガラス多いっすね。ここにもあるか、こういうのとかね横から見ると緑色だったりしますけどね、よりねキラキラ見せるために、あと融点を下げてね簡単にガラス溶かしやすく加工しやすくするためにあの鉛入れたりしますけどね。鉛ガラスのまんまじゃん、エメラルドガラス削っただけエメラルドとして売るなんて、皆さんインターネット通販にはお気をつけください。はいということで今回はですねインターネットで買った宝石は本物かどうかというね検証させていただきました。これからもねこれの元素なんだろうとかね分析してほしいとかあればねやってみますのでね、ぜひコメント欄にコメントいただければと思います。今年ね登録者100万人目指して頑張っていきたいと思いますのでね、ぜひチャンネル登録と高評価お願いします。登録していただければねより面白い動画上げていけますのでね、よろしくお願いします。あと Twitter、TikTok、Instagram でねこういう事前情報上げていますので、そちらの方の登録もお願いします。